あの CPI 物価の内容出ましたね。落ち着きました。なんですけれども、パカラッパカラ、皆さんこんにちは。おもちゃんこと経済アナリストの小口まりこです。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。さあ、注目の CPI、FOMC、年内最後通過しました。もう山場過ぎましたね。今年のね、大変でした。中身をちょっと確認していきたいんですけれども、はい、こちらアメリカの経済指標を一覧にまとめたもので、まあ見るべきものっていうのをこんな風にまとめてます。雇用ですよね。うん、で、ISM の、まあ、景況感で、物価の動向、FOMC の結果と、うん、でこれをまあずっとずっと毎月毎月更新してデータ確認していくっていうのがアナリストの役割なんで、はい、これをずっと更新し続けてるということをやってます1年間、うん、でこれでまあ直近の内容を見てみると、あの CPI 物価の内容出ましたね。落ち着きました。落ち着きました。よかった。はい。丸く収まりそうですか。まあ、丸くまではいかないけど、前回 7.7% だった CPI が、今回 7.1 まで鈍化してますし、まあ、コアと言われている、その、価格の変動が大きいものを除いたものの物価上昇も 6.3 から 6.0 と鈍化しましたね。なんですけれども、まあ、これを踏まえて、次の日に FOMC の利上げ幅が、まあ、出たので、まあまあ、こんだけ鈍化してきてるんだから、そんなに、利上げをピッチ上げなくていいよね。うん。おそらく 0.5 でやりそうだよね。うん。って思ってて、次の日 0.5 だったと。うん。あ、よかったね。だけど、よかったねでは終わらずに、利上げ幅は 0.75 から 0.5 に縮小したんだけれども、はい、最終的な金利の上昇幅をずっとターミナルレート 5% ぐらいとか、4% 後半って言ってたんだけど、はい、5% 超えるところまでちょっと少しですけどずらしたのよ、うん、パウエルさんが。うん、5.1。なんか微妙だけど、うんうん。でもちょっとこれ引き上げられたことによって、パウエルさんはタカ派的だってまた受け取ったのよ、マーケット関係者は。ああ。なので、利上げ幅は想定通りの 0.5 に落ち着いた。だけど、もごもご言ってる感じ？つまり、物価は鈍化してきてる。でも、最終的なレートはもうちょっと伸ばすかもしれない。うん、で、今回の利上げ幅 0.5 って、ちょっとなんかよくわかんない感じじゃない？うんうんうん。確かに。で、ここの狙いが何かって考えると、はい、株上がってほしくないの、今。あ、そう。なんでです？株価が上がると、インフレになっちゃうんですよ。つまり、インフレって、金融業界のインフレと現実社会のインフレがあるんだけど、はい、金融業界がバーンとこう、インフレ起きると、はい、現実社会にも影響することがあるから、あんまり株高行きすぎると、インフレっていうか経済が活性化しすぎちゃうんで、企業の業績が堅調だとかなったらさ、給料めっちゃ払ったりするからさ。確かに。賃金上がっていくし、物価も上がっていくしってなるから、はい、株をそこまで爆上げしたくないのが今の、パウエルさん。足並みを揃えたいんですね。今の段階ぐらいでちょっととどまっといてくれって感じなんで、なので、利上げ幅を縮小させて、したと、はい。で、さらにメッセージとしてハト派的な内容を出したら爆上げします、絶対株。それをさせないために、もごもごして、よくわからん感じで、うん、一旦収めたという、狙いになんかハマった感じ。だってニューヨークダウ下がったから、この後。面白いですね。なんでこんなよくわからん感じのメッセージになってるのかとか、うん、考えた時に、ちょっと俯瞰してみた時に、あ、株上げたくないんだと。うん、でも逆にそういうこと、株上がるかもしれないっていうふうに思ってるってことでしょ、今。それだけ、景気がいいし、物価も収まってきたっていうことのサインなのよ、と私は思ってる。なるほど。ってことが今回の FOMC の結果で分かったんですけど、うん、このあたりの織り込みだから、まだ15日だから今、うん、FOMC が発表された後なんで、マーケットが何日かかけてどう消化していくのかってちょっとこの先まだ分かんないけど、うん、あれやっぱり結構安心なんじゃないみたいなことが予想されると、また株高になるかもしれない。っていう感じです。なるほど。面白いですね。最新のニュース。はい。パウエル議長、もごもご。もごもごもいわば、芝居じゃないんですけど。あ、そう、コントロールのために。だから、今まで結構、タカ派的に、もう強めに利上げって言ってきたけど、うん、ちょっとトーンを落として、でも落としすぎると爆上げするから、うん、なんか中途半端な感じになってるって、なんかわかるじゃない今の話で聞くとさ。はい、すごいわかります。そういう感じの今の状況っていう認識かな。なるほど。で、株はちょっとダウ反落しましたか、とっていう感じです。これで一旦は年内収まったんですね。そうね、イベントは全部終わったし、う
まあ年末株高にバーッとなることもあるけど、まあまあちょっとしばらくはこんな感じです。じゃあとりあえず課題は年内でとりあえず FOMC というかパウエルさん的には片付けてカウントダウンに向かうと来年に、ね、向けてって感じ でだいたいもうクリスマス前後ぐらいからプロの方いなくなるって前も言ったから、はいはい、皆さんお休みに入るから日本よりも早く、はい、なのでこう個人の中で荒れる相場みたいなのはあるかもしれないね。今日というか全体的には静かなクリスマスに向かってるわけですね、うん、うん、多分分かんないけど個別は結構荒れるかもしれない。ああ、なるほど、いいですね。個別が荒れてるのは面白いなとは僕は思っちゃうんですけど、うん、ちなみに日本とかは何かあったりしました？日本は日銀短観っていう日銀が出す見通しですかね、経済の見通し、業界に対してアンケートを取って、そのアンケートを四半期ごとに公表するという統計調査があるんですよ。でこれ見て注目していて、まあ、この図にあるように簡単にこうラインナップだけバーンとまとめると、いろいろありますね。大企業製造業4期連続悪化、非製造業は改善って聞く、なんかめっちゃ悪そうみたいな。うんうん、4期連続悪化。うん。でも、中身ちゃんと見るとそんなに悪くないんですよ。あ、そうなんですか。うん。なので、今回の日銀短観はそんなに思ってるほど悪くなかったねっていうのが、マーケット関係者の、結論になってます。むしろ、まあ、良い兆しの方が確認できたって感じなので、うん、それぞれポイントをお伝えしていくと、はい、自動車関連とか機械関連は、思ってたよりも良かった数字が出てます。ちょっと改善してるという感じ。で、大企業製造業が悪化した理由は、この原油石炭が悪化したからです。ああ、エネルギー関連。うん。エネルギー価格が鈍化してきた。はいはいはい、原油今下がってきてるから、そうするとこの業界はマイナスなのよ。高騰してる方がいいから。なるほど、なるほど。うん、なので、原油が下がってきたんで、悪化したと。うん、それが、この 大企業製造業全体に影響を及ぼしてるので、悪化になってるんだけど、中身を見ると、この自動車機械がいいんだったら、別にいいよね、っていう感じです。で、非製造業、サービス業とかなんで、経済再開が今良いですし、あと、情報サービスですね。IT 関連が堅調なので、これはグロース市場にとってプラスだなって感じです。で、さらに3つ目、価格転嫁ですね。値上げ、うん、食品、機械、金属製品。はい。ここは値上げができた感じなので、企業収益良かったなって感じですね。なるほど。そして日銀短観で、まあ、このあたりのこの全体感を、まあ、最初のスライドとかで確認するんですけど、その後、まあ、見なければならない、みんなも見た方がいいというのは想定為替レート。それから設備投資の計画がどうなりそうか。うん、まあ、今回は経常利益の計画値がどうなのかっていう。まあ、見るべきとこってあるのよ。日銀短観で何枚もわーってあるんだけど、うん、一般の方でもこれだけ確認すればいいよって項目があって、最低為替レートと設備投資かな。素人目線だと全く何を言ってるかは全然わかんないけど、噛み砕いてちょっと。噛み砕いていくと、教えてもらえると。日銀さんが、日本の全部の企業さんに、アンケート取るわけです。はいはい、皆さん、今、どれぐらいの為替レートで計画して、企業業績の予想を立ててますか？企業ってみんな一応為替レートっていうのを立てて、それをベースに決算の予想を出すから、今期どういう風な計画になりそうかって出すので、基本為替レートっていうのを持ってるんですよ。あ、自社のなんか、自社の、そう。企業ごとに違います。130円のものもあれば、140円出してる企業もあったりとか、あるんだけど、それ全部アンケート取ってくれて、はい、平均値を日銀がこの短観で発表してくれます。だから、日本全体の企業さんがどれぐらいで今、為替の予想を立ててるのかっていうのを確認する基準になるので、はいはいはい、非常に大事というか、はいはい、効率的に情報を収集し、現状を把握するのにとてもか、まあ、有益な情報なんですよ。で、前回の発表の時は125円だったわけです。でも今回、5円上げて130円に情報修正されてるんで、はい、結構企業の皆さんは130円ぐらいで設定してる人たちが多いって感じなんですよ。そうなると、まあやっぱり円安の恩恵で企業収益プラスになる企業さんとかやっぱり増えてきそうだなとかさ、そういったことが予想できるので、これは見た方がいい。なるほど。で、5つ目。この設備投資は何が大事かというと、企業さんがこれからどれぐらい設備投資を積極的にやろう、IT 投資やろうとかさ、いろんな投資計画があるんだけど、はい、これを前の年に比べてどれぐらい増やそうと考えてるかどうかっていうのの計画値も出してくれるのよ。だから、これがマイナスとかだったら、あ、もう不景気だし、怖いし、お金使わないみたいなメッセージになるから、景気悪くなるのよ。うんうん、
でもみんなが設備投資ガンガンやって効率化進めようとかお金どんどん回すよみたいになると、これは景気がこれから良くなりそうだってことが想定できるので、確かに設備投資計画は見た方がいい。そうですね。これすごい分かりやすいです、ね、そう、めちゃめちゃ分かりやすいんですよ、うん、これを見ると全規模全産業で前の年から 15% 増増やすというふうな見込みになっているので、うん、全然悪くないよねって感じ、うん、でさらに経常利益の計画値、今期の着地の全企業さんの経常利益の見通し、どういうふうになりそうかっていうのの結果が情報修正されたんですよね。ほう、情報修正。つまり、利益が伸びそうだと思ってるってことです。修正したんですか？そうです。で、中身を具体的に見ると、大企業の製造業では 8.2%、うん、大企業の非製造業では 16.3%、情報修正してるんで、この一番最初の一番目がニュースラインナップなんですよ。大企業製造業4期連続悪化。随分この中身と乖離というか、まあ、事実なんですけど、中身をしっかり見るのと、ニュースのこのタイトル、うん、本当ですね。なんか印象変わりませんか？これなんでこんな一番上のトピックがこうなったんだっていうテーマが、あれっていう。でもそれが事実なんです。一応悪化はしてる。だけど、中身を細分化して見ていくと、ただ価格が下がって悪化してただけだとか、うん、設備投資もいいしとか、利益の計画値も情報修正されてるとか、だからこれが日銀短観の読み方なんで、ちょっと、なんだろう、専門的じゃないと、よくわかんないって言われるのが日銀短観なので、うん、でもこれは読めた方がいいね。まさに、噛み砕いてもらって、すごく、あれ。わかりました。そう。なので、難しい、なんかばーっと数字いっぱい並んでるんだけど、はい、まあ、まず皆さんが見たらいいのは、はい、想定為替レートを見たりとか、はい、設備投資のところだけでも見ると、なんかそんなに、あれかな、設備投資減ってないし、とか、ぐらいは読めるので、うん、まあ、これはまあ定期的に発表されるので、それごとに読み方を、お伝えしていて、誰でも見れるとこうニュースのタイトルだけに惑わされないっていうか、中身を見れた方がいいかもしれない。もう情報修正なんて、あれ思ったより良かったよ、もうまさにですもんね。あ、そうそうそう、思ったより、だから結果総括まとめると、今回の12月の日銀短観は思ったより良かった、うん、終わりって感じです。簡単に。これ日銀短観は、これ日本の場合なんですか、終わりなんですか、一旦年内は。あ、12月だからまた四半期ごとなので、次また待ちます。ということはもうアメリカも日本もとりあえず、あれですね。収めた感じ。収めましたね。どういうか。収まらないかもしれないけど。収めてほしいですね、今日は。そうね。でも安心して、僕も年越しそうです。よかった。よかった、よかった。中身を見て、これでもしっちゃかめっちゃかだったら、来年どうなるんやっていう感じで、そうね、うん、まあ YouTube は的にはワクワクですけど。うん、そうね。中身ね、悲観的な内容ではない。はい。はい。ありがとうございます。はい、今回も勉強になります。ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。